鷹人、ナオコのしゃべたりーのは、1994年10月2日から1997年3月まで、TBS 系列局で毎週日曜日の23時30分に放送された毎日放送制作のトーク番組である。屋敷鷹人、研ナオコの冠番組として放送を開始。二人は番組のタイトルとタイトルロゴを変更した1995年10月以降も番組を終了するまで司会を務めていた。屋敷鷹人と研ナオコが茶屋町にある毎日放送本社のスタジオにゲストを迎えながらトークを展開した番組。一時は昭和レトロを意識したセットがスタジオに組まれたほか、ゲストによっては2週分を1回で収録することもあった。毎日放送を含む在阪民放テレビ局では当番組を開始する前にも鷹人単独の冠番組を関西ローカル向けに多々制作していた。鷹人自身はそのような番組をハイテンションで仕切っていたが、当番組の収録ではテンションを抑えていて、トークの進行を研に任せることや聞き役に徹することも多かった。また、1995年1月15日放送分には、研の親友である明石家さんまがスペシャルゲストとして出演。放送ライブラリーでは、同年放送の一本の映像を閲覧できるように、なっている。新聞ラテ欄などでは、鷹人、研ナオコのしゃべたりーの、と表記されることが多かった。番組タイトルの通りに表記すると、2行目の文頭に、陽音が来ることによる、金属処理が発生するため、これを防止する目的で、研を挿入したことによるものである。1行の文字数が10文字ではないテレビ、情報誌においては、番組タイトル通りの表記であった。1995年4月9日、放送分は第13回統一地方選挙前半選挙の開票特番を編成した系列局と一部系列局は世界ウルルン滞在記を放送したため23時30分24時に放送され、1995年10月22日放送分はプロ野球日本シリーズにおいてのオリックスブルーウェーブ対ヤクルトスワローズ戦中継の延長オプションで24時30分25時に放送された。プロ野球中継の延長オプションで最大23時30分24時まで放送された。ありがとうございます。